キモいななんやねんお前泥棒やんけんお前な、俺一瞬泥棒のテレワークしてんのかもたわなんやけんにお前コロナで家をってヒゲ生やすん聞いたことあるけどお前泥棒意義生えてるやないか誰がやねんお前風呂敷もって完全泥棒やろお前ボケてんのかお前、ボケてへんわお前こそなんやねんお前その部屋着バスローブやないかえー、女かお前なんか黒い椅子に座って真っ黒な悪の幹部と電話繋がってるのかもたわ誰が悪の幹部やねんお前こそなんやねんその よし行くぞって、よし行くぞのものまね芸人みたいな名前しじゃ。誰が言うてんねん。お前もよし行くよってお前。俺のものまね芸人やんけ。誰がお前のものまね芸人やん、ね、誰がよし行くぞのものまね芸人、よし行くぞのものまね芸人やん、ね、ちゃうわ。よし行くぞってお前。何や俺はどう思ってつけたんや。普通じゃないか。普通ちゃうわお前。お前もよし行くぞ知らんのか。知ってるわ。知ってたら何その名前つけんねん。よし行くぞのものまね芸人になりますようにって思ったら。何やそのお願い。絶対やよ。お前誰が言うてんねんの。よし行くよって。 一番いいやろ。何やお前、なんやねお,前まあ、お前野球部でもないくせに坊主のくせに。何やねお前、俺最初、お前野球部かなー思って、入学式の日、う屋つどうすんやろと思って、こいつ坊主やから野球部入んやろなって,思ってついていったら、ま、将棋部入ったやないか。ええやないか。まあ、坊主やったら野球部入よやん。将棋部いいやないか。間違えて俺も将棋部入ってもうたやないか。嘘つけ間違えるか、そんな。1ヶ月ぐらい、俺、野球部入ってるつもりが将棋部やで1ヶ月後に気づいたやつ。そんなやつおらんで、ね。将棋言ってたやろ。 ななかなか野球練習せえへんな表てけどなんやお,前いやお前今日なんやねんこのテレビ電話つないでいや今日は将棋打とうかな思て将棋テレビ電話で打たれへんやろ